よいしょ。こんばんは。やっぱ 4% しかない。こんばんは。うわ、カラスみたいな、何ですか、コウモリみたいな、ありがとうございます。寝ようかというかお風呂入ろうか迷ったんですけど、なんとなく配信をつけてみました。こんばんは、ギフトありがとうございます。コンバイン見てガタガタしたありがとうございます。ちょっと明日早いんで、早いんでって言ってももう始めちゃったんでどうもできないんですけど、録画したんですけどまだ見てないんですよね。こんばんは。え、かわいい、ハロウィンクマちゃん、ありがとうございます。かわいいね。ライジン見に行ってきました。イエイ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 本当にすごかった。格闘技、私生で見るの初めてなんですけれども、いや本当にこれあのね、日本で世界でこんなこと行われていいのかって、もう目を塞ぎたくなるような、なんかもう手に汗握るじゃないけど、なんだろうな、もう私の日常とはかけ離れていた光景だったんですけれども、なんかでもこう選手の皆さんが、なんだろうな、こう自分の力を信じてこう戦っている姿を見るとね、なんかこう自分の、私のなんていうの、今悩んでいることとか、なんか私が抱えていることがなんかちっぽけに見えてしまって、あ、いい意味で、いい意味で自分のね、なんかそういうのが小さく見えて、なんか視野が広がったって言ったらいいんですかねっていう感じです。たまになんか別の界隈を覗くというか、ね、そういうのいいですね。まあ皆さんにとってはそれが NGT というかアイドルなのかもしれないんですけれども、なんかその芸能界、アイドル界だけじゃなくて、あ、そういうのがあるんだなっていうのは思いましたね。くま、ありがとう。愛してる、ありがとう。いや、なんかでも本当に率直に、いやもうびっくりの連続っていう感じでしたね。大丈夫かなみたいな。いけいけヒューヒューっていう感じにはまだ慣れなくていや大丈夫かなっていう。24年間で味わったことのない感情になりましたね、昨日は。で、途中真ん中らへんに女性選手の、 あの引退試合があったんですけど、その試合の後にセレモニーがあって、家族からの花束贈呈と、なんかあとメッセージとっていう、まあ、スピーチがあったんですけど、それに感動して泣いてしまうっていう、なんかすごい選手について詳しいわけじゃなかったのに、
なんかその女性選手朝倉栞奈選手の涙に涙しましたやっぱりなんだろう、人生かけて人生捧げて頑張ってきた人って本当に素敵なんだなって、なんかその方たちから語られるスピーチは本当に、まあ、初めてお会いした方なんですけど、栞奈選手はお会いしたというか初めて試合を見させていただいた方なんですけれども、すごいグッとくるものがありましたね。はい、バラありがとうございます。面白かったな。あと休憩時間には、まあ、ライジン48なのでね、48の AKB さんがヘビーローテーションと恋するフォーチュンクッキーを歌われてて、もうそれだけでももう行く価値あるに決まっているじゃないですかなのでなんかすごい得した気分ですね、2つ見れて。いやなんかでもすごい格闘技のルールとかなんか技とかすごい詳しいわけじゃないけど、でもなんかなんて言うんですかね、おーって なってましたわかる、ありがとうございます。そういう休みをお休みを過ごしておりました。メンバーは客席っていうか何だろう、通路広い通路にメンバー一列ずつになって、あとなんかリング上にも何名かいらっしゃってっていう感じ。あとモニターも結構大きいやつがいっぱいあって見やすかったです。だから AKB さんよく見えた感じです。あ、本当ですか、意外ですか。え、でも私ブレイキングダウンとか見てたって言ってたですけど、そう見て、いやでもねブレイキングダウンはなんか試合見るの怖くて試合以外全部見てたです。だからちゃんと戦いを1から100まで見るのはもう今回が初めてだったかもしれないですね。でもなんかさ、自分がねその、まあ、プロレスとかさ格闘技って言ったらちょっとできるかなできますかねっていうところはあります。うん、ね、あれはなんか どんな気持ちで戦うんだろうねえ、特に相手がさなんか知り合いとか友達だったら情も入るだろうし、難しいなって思いましたね。ああそうですね、折り合いとかも面白いですね。トークがね、そういうのも大事だよなとか思いましたね。面白かったな。で昨日は寝て終わりましたね、はい、この2日間のお休みは。で今日からまた、横浜アリーナではなくて横浜分隊まで駆け抜けるので風邪ひかないように体調壊さないように頑張りたいと思います。はぁ、分隊です私会場間違えてて、危なかったですね。
なんか道理でスタッフさんと話が通じないと思ったんですよね通じなくて、でもうんうんうんってほっといてたら、そういうことだったんですねうん、なんかブースティーのお祭り結構ボリューミーな、まだ全部解禁されてないのかな、ボリューミーな感じなので、あれ結構神イベ、お得イベになると思います。多分今までの NCT のなんて言うんですかあのお値段とかからして本当にすごいすごくいいイベントになると思いますっていうぐらいいっぱい準備をしているし、これからみっちり準備をするので楽しみにしていてください。最終日カフェカエルちゃんが来ると思った。そう、私カフェ行ってないんですよね。結婚してカフェ行きたかったな、ね、東京か新潟どっちかね。いや、ファンの方にもね、よくチャットの返信とかでなんでカエルちゃんはカフェ来ないのって言われるんですけど、そうなんです、そんなにあんまり自由に出入りできるようなのじゃないのでね、行けなかったけど、でもプロデュースさせていただけて、はい、もうすごい嬉しかったです。コラボカフェなんてね、うん、いやいやいや、顔パスなんてないそんな危険な、そんなそんなにね、なんかすぐひょーいっていけるようなのじゃないんですよね、多分。またじゃあ、またじゃあね、やりましょうカフェうーん、ねー、嬉しい。ドリンクね、真っ赤なやつ。13日日の帰りおしゃべり会、あ、ハイタッチ会、うん、ていうかなんか多分普通にそのファンの方のために用意されたコラボカフェ、こう決まった敷地の、まあ、しかも予約制のところにポーンって一人で行くのはなんかあんまり、このあんまりあれかなってあれだな、 なんかいい言葉が思い浮かばないけど、一人でね、こうスタッフさんとかなく一人でポーンって、なかなか勇気がいるかもしれないですね。メンバーはね、みんなちゃんとマネージャーさんとか、あと、まあ、前もってあのお店に連絡してるとか、まあ、お仕事前とかそういうところに行ってる。そうですね、だって私皆さんからこうお金とかお時間をいただいて、あのオフラインおしゃべり会とか劇場公演とかさせてもらってる中で、ファンの方がそうやって、ね、集まるところにマネージャーさんも何にもなしでポーンって行ったら、なんかあれじゃないですか個人なんかね、あれみたいなんで。そうなんで、多分誰も責任取ってもらえないなって思うので、すごいね、みんなになんで来ないのって言われちゃうんだけど、まあ、そういうのが理由かなっていう感じです。うん、もう行きたい気持ちは山のようにありましたよ行きたいよ。行きたいよ。よいしょ。あ、そういえば
10月9日から秋ブロックが始まります。ね、練習してきました、秋ブロック楽しみにしててね。きっと3日で終わりかな、10月の3日で終わりになります。よく考えてみたらそうだよね。なんかまだ気温は暑いけど、こういうなんかもう秋でもね、10月だもんね。なんか暦上もう秋、秋曲、まあ秋曲、秋必ずしも秋にかかってるかはちょっとわかんないんですけれどもね、楽しみにしててください。もうあっという間に12月とかになるよね。9日、おすすめおすすめ、初日だし、おすすめです。あ、そう、個別生写真も新しく発売されてましたね。私はなんか、あのなんかなんでカチューシャしてるやつ。そう、10月はなんか平日もうおしゃべり会とかね、あとブースティー祭りが土日にあることだったりして、多分平日公演多いと思うんですけどね。もう今年ね、あと3ヶ月で終わっちゃうっていうコメント見ても早いって思いました。早いですね。うん、そうなんだなんか今年ね、みはるさんも卒業11月とかでしたっけ、されるし、はるかも12月とかなのかな。だからね、終わってほしくないって思ってたのに、なんかそういう年に限って早く終わる、何なんだろう早く来年になりたいって思った時ほど遅くて、来年にならないでほしいって思った時こそ早い。なんでだ、なんでだ。お手紙ありがとうございます、ありがとう、ギフト。なんで、私はもうどうに、もっとゆっくりゆっくり過ぎてってほしいものですね。なあ、忙しいからありがたいことなんですね、これは。ありがたいね。あっという間、今日の髪型本当に適当な何にもしないんですけど、ありがとう。最近シャンプー変えて、変えたけどあんまりシャンプー合わなかった、ギシギシなんですよね、傷んじゃって。まあ公園でさ、巻いたりまっすぐにしたり、いろいろなんかスプレーとかかけちゃったりして、かけちゃったり、かけたくてかけてないですけど髪の毛傷んじゃって、ガッサガサなんですよ。でとりあえずそのブースティー前に、あとオフライン前に流通センターの美容院とかネイルとか行きたいなーって思ってるけど、なんか絶妙な感じです。お肌、なんかすごいいっぱいニキビができるとかではないけど、なんかすごい今綺麗な状況なのか、どうなんだろう。まあでもメイクに助けられてる
なって思います。なんかもっともっともっと大人になったら、なんかエイジングケア、もっと高級な高級な化粧水を使うのが夢です。あとお洋服届きました、無事に流通センターの。よかったよかったよかった。今洗濯に出してます。楽しみ楽しみに。なんか住所が怪しかったやつなんですけど、なんとか届きました。あれすいません、気をつけます。お父さんの職場に届いてる。よっこらしょ。ほんとに可愛いの洋服が、うん、そうなんです。あと仮装とかもします。仮装2着ぐらい確か、うん、そうだった。ん ?2 着は、なんだっけ。仮装と私服と、なんだって、仮装仮装私服なんだっけ。パジャマだ、あ、そうだそうだそうだ、パジャマだ。パジャマは冬服でいいのかな、冬パジャマでいいのかな。なんか冬パジャマの方がね、モフモフしててパジャマっぽい。あ、オフライン買いました、ありがとうありがとうね。よっこらしょ。なんか今日暑くてクーラーつけてます。なんか一昨日ぐらい寒かったのに、昨日一昨日ぐらい、何なんですかね、何なんですかね。ハイタッチしたい、ハイタッチタッチ。ねえ、うん、何なんだ。 NST 祭りも結構暑かったですね。千万両ありがとうございます。うん、なんで10月なのに、おかしい。なんで大釜の最終部、大釜12月、うん、11月、ありがとうございます。あ、新たにっていうことかな、11月か、ありがとう、嬉しい。なんかみんな、あー、みゆのお誕生日の日だ、あ、そうだそうだ。さあ、皆さんってさ、どんな気持ちでさ、オンラインおしゃべり会おしゃべり会応募してくれるんだろう。どんな気持ちなんだろう。なんかまあ人それぞれだと思うけど、ただ推しメンと純粋にも話したい、話したさすぎるっていう意味のもし込みなのか、それとも推し面をもう前へ前へ、あの、押し上げるためにお申し込みしてくださっているのか、大きく分けて2個、まあ両方か、どっちなんだろう。でも私のなんか今回来てくださる方々は、うん、なんか私とお話ししたいから来てくださっている、なんか最近私のこと応援してくださってる方が、なんて言うんだろう、増えた、2推しとか3推しとかで増えた方とかは、なんかお話ししたいから来てくれるっていう方がなんか多いですね。そう、会いたいかなみたいな、そうそうなんですよ、話したくて撮ったんだみたいな、
な感じだから、あ、そうなんだなって。皆さんもショールーム見に来てくれているみんなもですか。あ、まあ確かに、あのお見送り、公園のお見送りはもう一瞬だからね。しかもね、いろんな方もいらっしゃるから、うん、なんでだろうあれかな、私があのお姉さんになったからかな。いや、よく考えるんですよね。なんだろう、二十歳超えてやっぱお姉さんメンバーになったからなんだろうその私昔高校生小娘だったんですけどその時よりはなんか魅力的になったのかな。魅力的というか、うん、大人になったからかなそう、小娘だった。なんかその小娘の時はなんかでも私のことをさ、選抜に入ってほしいからもうノープランでみたいな感じの方とかもすごいいらっしゃったんですけれども、なんか今は多分小娘からなんかね、あの大人の女性になって何ですかね、ちょっとあのなんていうの、大人として認められてきたのかもしれないって最近思います。そう、なんか認められてる気がするそうなんですだからなんかみんながおしゃべり会とかを申し込んでくださるあのきっかけというか理由もなんかちょっと違くなっているのかなって思って聞いてみました。そうですね、あ、もう時間だ、早い、あっという間でしたね深夜配信。明日も多分配信すると思うので、ぜひ来てください。うん、そうなんだよねではランキング読ませますだって誰に読ませてください。マータさん、クーニーさん、カイヤトさん、神鍋さん、のさん、すぐさん、にへいてっぺいさん、みやぱんさん、そらさん、はやとさん、いけない太陽さん、たかしさん、そして1位りきゅうさん、ありがとうございます。牛タン、ありがとうございますね、読まされる、読ませるとか大変失礼申し上げました。いや、明日はね、あー、うん、ちょっとお仕事の終わる時間とね、なんかネイルがちょっと未知時間未定なんですけど、いや、こんなに遅くはなりたくないと思いますみんな急なのにありがとう、ギフトもコメントもありがとうございました。おやすみなさいね。またね。ありがとう。おやすみ村。